までに行くんや。まあ。もう富士山ね。やっぱり大きいね。常夏だよ。うん。ヤシの木生えてんもん。ヤシの木生えてんもん。やばいね。いや、暑いよね、今日。なんかすごくいい感じ。静岡あったかいね。いや暑いよ。ゆうには海が綺麗だよねえ。皆さんこんにちは。こんにちは。今久野山に来ました。初詣だね。初詣したいと思います。うん、じゃあ行ってきます。なんか随分上の方にあるね。イチゴカフェやばいなこれ。駐車場すぐに入れてよかったね。よかったね。なんかすごいね、いちご屋さん結構いっぱいあるね。うわー高いなー、あんなとこまで行くんだ。すごいの部分は。石段が909段あるみたいだね。909段ではないね。あそこに見えてる程度だから、うん、すぐ着きそう。それもここの道が嫌いです。そう、うちらは丸まっている石がね、大嫌いだね。結界。本当に。いやずっとつづら折りだ。ずっとつづら折り。ずっとつづら折り。みんないる？いる？はい。つづら折りに登っていくんだね。登りやすいね。ねえ。あ、まだ固有してる。バテてる。でもさ、ずっと登山だったからね。疲れた。やっと半分来たんや。ね。どうもね、この丸い石っていうのがね、苦手だね。苦手だな、僕は。まあ、2カ所目だからね、今日ね。あ、そうなんですか。よし、いや続き登っていこうかな。いや行きましょう。海のすぐそばだからね、抜けそうよね、ここね。やっぱり初詣は人がすごいです。やばいね。まだ来たない。朝一でね、食えればよかったけど、まさか他の山登りに行っちゃったからね。仕方ないね。今岩の方来たら海がよく見える。素敵だね。海綺麗ね。人に酔いそう。景色だ。いい景色なんだけど、うん、なかなかどうしてね。
この辺は全部いちご畑。ひなさんね、こんな見てる。危ないよ、そこでストップよ。いや、まだ石段が続く。どれくらい行ったかな。なんだね。暑くなったね、静岡。そう、なんか宝物殿みたいな感じの建物が見えてた。上がっていくかに上に登ってきたかな。すごい人だね。正月の天気もいいね。最高よ。うん。うん。100円ですね。で、博物館とかも800円なんですけど。徳川家康公。今日は体感だけで。青いのかもあったね。家康梅っていうのが、うん、家康梅ちょっとしたね、植木鉢のね、青いの一番終わり。あんにゃんにゃん、その先に家康公のお墓があるみたいだよ。うん、すごいね。なんかさ、家紋が逆のところがあるって言ってたけど誰か。なんか結構さ、あれかずっと探してるけど、うちらだけわかんないで。あった。屋根の下。屋根の下の2番目ということ？説明がわかんない。果てしなくわかんないよ。これ最高の難所です、今日。わかんないですけどね。ちょっと構わないです。はい、この辺にあるらしいんだけど。逆さになってるらしいんだけど。え、どれね、わからん。坂目こうやってね、11個と12個の間ぐらい。その辺にね、あったどれ。ちょっと待ってね。上野だよ、上野だよ。え、どこだっけ。あそこ屋根があるでしょ。屋根があってさ、その下にこれ模様がモコモコしてないんだ。うん、その下にさ、バーッと並んでんじゃん。うん、あれの端あるじゃん。え、どこにある。この端、この一番端、これこれこれの、そっから1、2、3個目。
わかんない。これ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 あったでしょ。あ、あった、うん、あったでしょ。あったね、よかったね。これクレーム出した方がいいんじゃない。何何何あ、よかった、あった、あ、スキーした。もしかしてさ、一番分からなかったの一覧ずっと言ったけど、よかったね。難所だった、難所だったね。いや、なんか何個かあるらしいんだけどだから何やめて、そういうの。でもさ、すっきりしたね。すっきりしたわ。わかりました。だからなんだって感じだけどね。うーんと分かんなくてね。なるほど、そういうことだったんだ。最初さ、何探してんのって分かんない。青いのあの葉っぱの付き方が、上が2枚なってて、下が1枚っていうのが、1個はあるよっていう。そうそう。最初教えてもらってもよく分かんなかった。疲れた。やばかったね。やばかったよ。いらっしゃいました。すごいね、なんか。とりあえず乾杯できたんで、私もね、安全に山の上に入りたいと思います。厄除け火炎のお守り買いました。一日充実してたね、今日ね。そうだね、うん。あの昔さ、あの縁日で売ってたコロコロ、なんか岩場の練習だ。降りてきたね。もうすぐそこだ。あ、終わった。行ったね。あとはなんかお楽しみのところで。次の山で。はい。全然こう。いちごパフェ注文しました。美味しそうでーす。全体だよ、それ。いいだろう。
これ、こういうやつ。ほら、今日のご褒美。豪勢なご褒美だね。でしょ、お茶でしょ、ハンバーグでしょ、それからみかんでしょ、しらすでしょ、しらすでしょ、桜エビでしょ、エトセトラ、エトセトラ、お魚いっぱい。